今日は、人はなぜがんになるのかというお話をしたいと思います。最初にがんの一般論をお話した後胃がんの発生、まあ、胃がんがどうしてできるかということについてお話をしたいと思います。まずあの、がんという病気がどんな病気かということをお話します。国民の死因では今、第1位で一番多い死因です。 でおよそ2人に1人の方は、生涯のどこかでがんになり、して、がんで亡くなる人は男性の27%、女性18%というデータが出ております。で、1年に日本では130万人から140万人の人が亡くなりますが、その約3割ががんが原因ということであります。 がんの方から見ると、なった人のうち半分ぐらいの方は治る、半分ぐらいの方が治らないという病気と考えていいわけです。そして、あの全部のがんがあの、なられた方が5年以上生きてる率っていうのを5年生存率といいますが、それは62%です。でもあのその後 癌で亡くなる方もありますので、まあ、およそ半々治る治らない半々ということだと思います。で、この病気は研究が進みまして、遺伝子の異常で発生するま病気であるということが分かりました。で。でも遺伝子の異常がいろいろ起こってくるのは、人間の老化で現象の一つでもありますので、まあ、白髪になってきたり。 白内障になったりといろいろあるわけですけど、まあ、そのような変化の一つと言ってもいいかもしれませんだから哺乳類では自然の歴史成長から亡くなるまでの、まあ、短い動物は1年未満かもしれませんけども、まあ、そういう自然史の一部と言ってもいいと思われますで癌の研究の進歩によりましてですね 薬の開発が非常に進んだ分野があって昔治らなかった人たちが治るようながんもたくさん出てきております。でこれが男子と女子に分けて障害でなる率それから死ぬ率というのを書いてございます。 これはあの先ほど死因の内訳というのを年代別に見たものでありますが悪性新生物この広い意味での癌というのはこの赤い線でありまして1980年ぐらいからですね死因の第一位に躍り出てそのままどんどん増えているというのが現状でありますでこれは えー、国立がん研究センターが出しているがんの統計という、えー、ものでありますけども、まあ、男子と女子で、まあ、臓器の違いとかもありますのでどこの部位のがんで亡くなる人が多いのかそれからどこの部位のがんが発生数が多いのかというのをこう見たものでありますけども、まあ、男性では胃がんは3番目に多いで女性では 5番目ですねあじあ失礼しました。えっと、今のは死亡,亡くなる方ですね。えっと、あの発生数、下の方からいきますと、胃がんは発生する数でいくと、前立腺がんについて男性で2位、で女性ではです、ね、乳がんが残突に多いんですけども、胃がんでの発生は4位であります。一方、死亡数というものを見ますと、 男性は3位女性は5位ということになっています。ということは発生しても治る人がまあ比較的多いがんの一つと言ってもいいと思います。で先ほどあの生存率のお話をちょっとしましたけどもこれは5年生存率を臓器別のがんで見ておりますが、えー、極端に5年生存率が高い これは前立腺がんですね。99.1%なっても死なないじゃないですか、みたいながんなんですけども、まあ、いろんな種類があって、まあ、治療の回があってとか、まあ、がんの性質とか、いろんなものが混じった効果で差が出ていると思いますけども、やはり基本的にはがんの性質による差が大きいと思います。で胃がんはなった人の 3人に2人が5年以上生存できるというデータですで。これをさらにですね、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、ステージごとに生存率が書いてあるものです。で、これを見ますとですね、あのピンクの線が全体なんですね。で、全体のが短い部分,部分っていうのが小細胞肺がんとか膵臓がん、それから胆のがん。 から全体が非常に長い女性の乳がん、それから前立腺がんも長いですね、これを忘れましたね、それから喉頭がん、それから、えー、甲状腺がんで、そのような長生きするがんではステージ4になっても、まあ、比較的長い、ただこれあの3年生存率ですので、先ほどのよりも全体が高くなっていると思います。ではあのなぜ がんになるのかというお話をいたしますで。人間の一生はお母さんの卵子とお父さんの精子がまあ合体してですね、受精卵というものを作ったところから出発します。この受精卵はお父さんの遺伝子とお母さんの遺伝子を引き継いでまあ発生するわけです。で10ヶ月ぐらい経つと まあこれ受精してしばらくすると、こういうまあ胎児、胎がです、ね、胎児になってお腹の中で大きく、だんだん大きくなって誕生して、ですねこのように赤ちゃんから成人して、そしてまた年を取って亡くなるというような、まあ、これが人間の一生なんですけども、まあ、元は同じ細胞から、一つの受精卵という細胞から発生しているということであります。 から元は同じ細胞ですからそれが同じままだと人間の形になれないわけですけどもそれが数千通りの細胞に形を変えていって髪の毛の細胞皮膚の細胞目の細胞肝臓の細胞とかどんどん変わっていくそれを文化というんですけども、まあ、そのような形で 1一つの受精卵からさまざまな器官へと細胞が変わって分化していくということがあります。しかしながら全てのどんなに分化した細胞も持っている遺伝子は同じであります。で、遺伝子の話をする時に、まあ、染色体というお話をちょっといたします。で、人間の体というのは約60兆個もあるたくさんの細胞からできています。で 個々の細胞というのは実はまあ人間の寿命そのものも長くても150年と言われてますでまあ一般の方はまあ80歳90歳が寿命かなと、まあ、最近100歳の方もだいぶ増えたようですけどもまあ,あのいつまでも生きられるわけではありませんでその間ですね一個一個のさっき分化してできた細胞はそのままいるのかというと実はそうじゃないんですねで個々の細胞は 寿命は短くて入れ替わりながら体が維持されていると。で比較的ですね、あの何十年にもわたって細胞が変わらない部分っていうのが神経とか心筋ですね、心臓の筋肉っていうのがまあ例外というふうに言われております。だから新しい細胞を細胞分裂で作り出すときに、古い細胞、えー 遺伝子をコピーして古い細胞、新しいのができると古い細胞を置き換えていくというような形で体は維持されております。で、この染色体っていうのの中に遺伝子がずっと入っているわけですけれども、超、えー、染色体って言われるものが22ついと、性染色体 X と Y と、で、男性が XY、女性が XX というのは皆さんあの、昔の生物で習われた。 のでここはご存知だと思いますが、まあ、その46本の染色体がございますこの染色体の中に、えー、たくさんの遺伝子が組み込まれておりまして人ではですね1個の細胞に約2万個前後昔はもっと多いと言われたんですけどもどんどん研究が進んできてドーベラ2万個弱じゃないかというような説も出てきておりますが約2万個です。 で細胞の全ての情報を握る遺伝子というのは、まあ、コピーされて次に境内され伝えられていくわけですけどもまあ一つの細胞の中にそんなにたくさんですね遺伝子があるんだけど実際はその1個の肝臓なら肝臓の細胞がちゃんと肝臓の細胞として働くために必要な遺伝子というのは数がそんなには多くありません。まあ、数十個なのか 何十、えー、個なのか私が詳しいことは分かりませんけどその2万個なんていうことと比べれば本当にごくわずかですでそれを調整しているのがいろんなもので調整されているということが分かっておりますでこれがあの遺伝子ですねこの染色体の中にこういう遺伝子のこう鎖状の螺旋、まあ、状のつながったものがあってその中で まあつながるあの拡散というのがですね、コンビが決まっていて、A と T、G と C という、まあ、シトシンとグアニンとアデニン、チミンという組み合わせが決まってんですね、このようなことで非常に単純な、まあ、あのコンピューターなんかにシステムが似ているような気がしますけども、メカニズムで、えー、情報が入っていると、そういうことであります。で先ほどの お話をもうちょっといたしますと、まあ、全ての高物と動物は、えー、永遠にはいきませんで生殖によって種を保存してで生殖の基本が受精卵から始まってるということですねそれで細胞を取り替えながら生き延びてるでその染色体はさっきあのらせんがつながってるってうお話しましたけども、えー 大きく言うと、その両端にあるテロメアというのと、真ん中にセントラメアというのがあって、まあ、あと単腕と長腕と、まあ、こんなような形に、えー、解釈されております。で遺伝子というのは、あの例えば紫外線とかですね放射線とか、そのようなものによって簡単に傷ができたりしますし、複製時にちょっと間違って、コピーが間違っちゃうようなことが起こります。まあ、そういういものが たくさん溜まると細胞の機能がつまりタンパク質が必要なタンパク質がうまく作れなくなって、まあ、酵素がうまく作れないから細胞機能ができないとそういうことになっておりますで、えー、コピーが何十回も何百回もされているとやっぱり間違いがあ蓄積される可能性が増えてきますのでまああのさっきの でですとですとね1日1寿命が1日で終わっちゃうわけですから、まあ、300回以上1年に分裂をするわけですねコピーをしているということになりますと、まあ、100年生きたら3万回のコピーです。でそれが心筋ですともう数回とかまあいろいろあるわけですけども。 まあその回数を規定する部分がこのテロメアという部分でありましてこれは命の回数圏というふうに私は言っておりますけどもそこが長さが終わりに近づくともうそこの機能が停止していくと臓器がうまく働かなくなるということでありますでさっきも言いましたけども、えーまあ、日に当たるだけでも疲れるというのはこの紫外線による 効果それから放射線もそうですし化学物質え例えばタバコとかですねそういったものそれから慢性感染症などでえ遺伝子はあ結構傷つくものでありますまたコピーの時にえ間違いが起こるというようなことが起こりますそれから遺伝子の機能を発揮できなくする障害としてえー メチル化というようなことも分かっておりまして後で詳しく言いますがピロリ菌が起こす発がんとの関連においてはメチル化が原因であると言われております。でただあのこの傷をそのまま放置しているわけじゃなくて人間の体にはその傷ついた間違った部分を元へ戻して正しい遺伝子に組み合わせ直す仕組み。 あるいは、まあ、遺伝子の異常がもうたくさん細胞にたまった細胞は、まあ、自殺遺伝子っていうのが働いてその細胞をもう自分から死んじゃうように働あの除去するというシステムがあるわけです。で,皮膚の寿命日でこれはここからあの皮膚の下のですね一番下の辺にある、えー、細胞が分裂してだんだん上にこう押し上げられていって。 最後はここで、まあ、働かなくなって赤になって落ちるとそういうことですねこちらが腸です腸はあの非常に寿命が短くて1日でこの辺から始まってずーっといって落ちちゃうとで従ってですねあの病気になって何も食べてない方でもやっぱり便が出るんですけどそれは腸の、えー、こういう粘膜の上皮の細胞があ働かなくなって寿命を迎えて落ちたものは やっぱりカスとして少量でですすけけども出るわけですね肝細胞は寿命が20日と言われてて赤血球は120日血小板は数日筋肉は、まあ、半年から1年というふうに言われておりますで、えー、体の維持というのが結局細胞分裂して新しいのを作ってそれで入れ替わって 維持されているととうことをお話し,しましたが、まあその細胞一個一個がここの部位の細胞はどれとどれとどれの遺伝子がちゃんと働くっていうふうに決まっていてそれ以外の遺伝子はオフですね働かない、まあ、そのような仕組みで、まあ、分化が起こっていてそこの部位にふさわしい細胞が機能を発揮するということであります。 でこの酵素ですね、この調節因子である酵素というのは、外部からの刺激によって調節を受けます。で酵素を作っているのが、まあ、このタンパク質であり、そのさっきの遺伝子に含まれている、その情報から作られるわけです。で各細胞は、あの比較的短い寿命、先ほど言いましたけど、まあ、極端な場合、1日というようなものもありますし、えー、数ヶ月、1年というのもあると、そういうようなことであります。 で体細胞の分裂によってですね期間が維持される、まあ、これを非常に大きな言葉あのざっくり言うとこれが新陳代謝であるということでありますで分裂回数っていうのが先ほどテロメアっていう構造が命のこう回数圏って言いましたけどその回数圏があの細胞の場所によってですねもう決まっておりますので、まあ、そこで、えー、短く設定された細胞はその 何回も何回も入れ替わるということができないということになっております。で、がんの発生のメカニズムはちょっと図で示しますと、まあ、あの、紫外線にめっちゃ当たってですね、傷がついたと。でただ、これを、傷を修復する仕組みがありまして、元に戻すんですね。で、その傷っていうのはどんなのがあるかって言いますと、まあ、遺伝子の一部が、 別のに入れ替わっちゃう。それから数が増えてですね、別の,のが割り込んできちゃう。それからある部分が抜けちゃって欠落すると。まあ、このようないろいろな異常がございます。でもそれをまあ一部であれば元に戻す仕組みも人間は備えているわけであります。ただこれがあの傷がついたままコピーをされる。 つまりこういう異常がそのままですね、引き継がれる、コピーされるということは、まあ、容易に起こるわけですね。そうすると、そういう異常がたまったやつがこう出てくると。で、あんまりたくさんこうたまると、その途中の時点でですね、このプログラム細胞をして、この細胞も死ぬようにっていう自分の遺伝子の中で、そういう、あの、自殺遺伝子っていうのが、 含まれて,てそれが働いて、まあ、死んでいくわけですけどもあまりにもこういう細胞がたくさん発生するとうまく働かないその自殺遺伝子が働かないものが出てきて、まあ、がん細胞になるとそういうことでありますで。がん細胞と正常細胞はどう違うのか同じようにしてくれるんだったら別にね そいつががんであろうとなかろうとほっときゃいいわけですけれども性質が非常に違うので困るわけですね。で最上細胞はさっき言いましたように入れ替わる速度何日で交代って決まってますがこの細胞分裂の速度が非常に速くなっていますがんは。そしてまたがん細胞は永遠に分裂できるんですね。でこう命の回数圏を自分で増刷しちゃいますだから永久に分裂可能です。 正常細胞っていうのは、えー、そこの自分が働くべき場所で規定された形にきちっと収まってですねむやみに重なり合ったり塊を作ったりしないようになってんですけどもがん細胞はそうはいかないんですねもう塊になって重なり合って周りをまあ増えていって破壊していくという性質がありますそしてまたあの細胞には、 自分の住むべきとこ、働くべきとこじゃないとこまで行っちゃって、そこで住み着くと。まあ、これ転移といいますけど、そういう性質もあるわけです。で、さっきの,あの回数圏増殺のお話ですけども、この命の回数圏が減ってきたらですね、普通はまあここでおじゃんになっちゃうんですけども、まあ、そうならないように、ここをですね、 このあたりに来たらわーっと増やしてまた戻しちゃってるとい,いつまでもこういうサイクルで回れるわけですで普通の細胞のようにここで死ぬそ,そういうふうにならないっていうのががん細胞なわけでありますでここからあの皆さんがあご興味があると思います